今年的中风率达到全国第二。但经过四十多年的健康促进运动，长野不仅成为日本，甚至是世界各国争相模仿的对象。遠心人っていうのはそれぞれアクションとチェックとインドということで、まあ、一つは体を動かすということですね。それから、まあ、チェックは定期的に検診を受けましょうと。ただ、インはイートで、食生活を良くしていきましょう。この3つで、まあ、取り組みを進めています。寿命がどんどん伸びるということだけではなくて、やっぱり幸せで暮らし続けることができる。从改变生活习惯迈向健康，不可缺少的是医疗系统与照护机构。四十三年前来到长野县服务的连田实医师，是长野县健康促进运动的灵魂人物之一。他推动在宅医疗，鼓励居民减盐饮食，让今天的长野县成为日本健康促进的典范。塩分をまず減らすということを心がけました。二番目は野菜の量を多くすること。で今長野県は野菜摂取量が日本一なんです。病院の中に僕はずっと閉じこもってたら、結局は地域ではどんどん細い人がバタバタ倒れて救急車を運んでこられるから、僕が出てって地域の人たちに健康づくりをやって脳卒中